川田春久、本名、岡村育次郎、1907年3月15日から1957年6月21日は、昭和家を代表する日本の俳優、歌手、コメディアン、ボードビリアン、いわゆるボーイズ物の,の創始者である。なだ、工事をはじめ、多くの弟子を育てたことでも知られる。また、美空ひばりの、師匠、または芸能界の育ての親としても、 近年、再評価がなされている。戦前は主に吉本工業所属。東京府本郷区、根津の印刷所を経営する家に生まれる。貧しかった少年時代に、家々の屋根を棒で飛び越えるという遊びに興じていた際に転落してしまう。この不良の事故により、脊椎カリエスを患うことになり、これが、修正川田を悩ませる病となる。音楽好きな少年で、独学で、 ハーモニカやバイオリンに親しんでいた。1930年、浅草音技でデビュー歌手、川田義夫として、ハーモニカを持ってデビュー。当時、絶大な人気を誇ったテナー歌手、藤原義恵に傾倒していたことから、テノールを表す、川とローカルカラーを表す、伝。それに、藤原義恵からの、ィをとって、川田義恵を芸名として名乗ったとされている。 様々な一座を転々とし、ようやく落ち着いた、吉本工業で、長田キングのグループ、長田キング一等に加わり、ステージで活躍する。1937年、伝説のボーイズ第1号を呆れた、ボーイズを結成。メンバーであった、ボーやサブローによると、流行歌にオチをつけた漫談をしようとの狙いから、流行していた、道やつのヒット曲、ああ、それなのにのパロディを、 浅草花月の吉本賞で演じたところ観客から大受けに受け、以後、坊やサブロー、坊やの実定である柴俊秀、増田キートンとグループを組み、浅草を基盤とした人気コメディアンの座に駆け上がることになる。この人気に目をつけたビクターレコードでは、4人の突撃兵、スクラム組んで、をレコードとして発売。その後も、チンカルメン、四分オペラ、 商売往来といった舞台でのヒット作をレコード化し、学生やインテリ層を中心に人気を広げていった。一方、1939年には、古川六波主演の東方映画、六波の大久保彦左衛門にグループで映画に初出演。川田は単独でも、映画では、東方映画、東京ブルース、六波の新婚旅行、レコードでも、老曲大な、 呂曲セントルイスブルースを発売するなど、グループのリーダー格として徐々に台頭していく。その背景としては、昭和初期から絶大な人気のあった何話説の不死回し、特に、広沢虎蔵のいわゆる虎蔵説を川田がギターに乗せて歌うという新機軸を開いていたことにあった。日本的な何話説のリズムをギターで巧みに演奏する川田の芸風は、 それまでのシャミセン漫談や、エノケンロ六波にはない新しさをもって、大衆に受け入れられたのである。その間、人気絶頂だった、呆れた、ボーイズに目をつけた新興キネマ演芸部は、1939年、吉本からの引き抜けを拡作する。破格の条件での引き抜きであったにもかかわらず、川田は、吉本賞の劇団員であった女性と、結婚したばかりであったり、 様々な状況が重なって、川田を除く3人のメンバーが、進行に移籍。呆れた、ボーイズは事実上解散となり、川田は新たに実定の岡村達を、遠山光、菅井太郎らと、新生グループ、川田義夫とミルクブラザースを結成し、引き続き、吉本で活躍していく。このミルクブラザース時代に、レコード化された、地球の上に朝が来るは、川田のテーマソングとして、 生涯オープニングテーマとして歌い続けた。このフレーズは当時ビクターが前者を挙げて宣伝していた、戦時歌謡、日の丸更新曲の第五節の最後に登場する歌詞を引用したものではないかと言われているが、地球の上に朝が来る、その裏側は夜だろうのフレーズは、犬が西むキャオが、東という何話説でよく用いられる大曲を歌った、独特のセンスを踏襲しており、ここに、 川田のギター漫談ンンのスタイルが確立された。江ノ剣、六波、円達アチャコといった喜劇のスターに立ち待ち方を並べた。川田は、東宝映画で、ハモニカ小僧に主演。1941年には、当時の大スター長谷川和夫と、昨日消えた男で共演するにまで至るのである。レコードにおいても、ドレミファ物語、バナナ物語などをヒットさせ、この頃から、例えば、 変わった数え歌など、自身の名前をもじった変わったシリーズを河田流のパロディとして定着させていく。1942年、川田は、脊椎カリエスの再発により入院。長期の治療が必要となり、一時的に復帰はするものの、療養生活を余儀なくされ、ミルクブラザースは解散となる。太平洋戦争開戦後は、ほとんど療養生活を余儀なくされていたが、 終戦直後、とどろきゆきこ主演の東宝映画、歌え、太陽に出演、天地療養、お給での治療といったありと、あらゆる復帰をかけた懸命な努力が走行し、1948年には、川田義夫とダイナブラザースを結成して舞台に復帰するのであった。翌年には、生命判断によって、川田春久と改名。川田春久と、 大河ブラザースとしての再出発をした川田に大きな出会いが待っていた。横浜国際劇場に出演した際に人気歌手高田翔太郎に花束を渡す役として登場した少女美空ひばりとの出会いである。川田とひばりの出会い前後については様々な文献に詳しいので割愛するが川田はひばりをそばに置いて可愛がり多くの影響を与え、またスターへの道を開いた。 専門家が二人の声門鑑定をしたところ、音程の取り方を含めてほとんど同じ節回しで歌っているという結果が出ており、ミソラヒバリに対する川田春久のその影響力は相当大きかったことは間違いない。ヒバリ自身も師匠と呼べるのは父と川田先生だけと語っている。川田春久と改名後の人気は戦前を上回るものとなる。1950年、 自らの自伝的映画と言われる、大英映画、笑う地球に朝が来るに主演。三空ひばりと共演した、東京キット、新東京温度ビックリン5人男、トンボ帰り道中、母を死いて、底抜け青春温度などの他に、設立されたばかりの民放ラジオ局の番組や、地方巡業などに、積極的に活躍し、川田の生活は多忙を極めていった。 1956年、映画撮影中に事円が悪化して倒れるが、その後、死ぬ直前まで続けることとなる、ラジオミュージカル、演山の金さんを制作。病床にまでラジオの機材や持ち込ませ収録を続ける、執念を燃やし続けた、川田春久であったが、1957年6月21日に、腎臓結核に尿毒症を併発し、 都内の病院で50年の生涯を閉じた。川田の死後、ダイナブラザースのメンバーであった、川田の弟子、名田浩二鹿島光夫、小島博之は、それぞれ、田浩二とモダンカンカン、鹿島光夫と、ダイナショア、小島博之と、ダイナブラザーズとボーイズを結成し、師匠の芸風を継承し、特になだ浩二は、 ボーイズバラエティ協会会長として活躍していたが2019年に死去。孫弟子にあたる川田恋が芸風を継承している。放送作家、袴かままは戦前から川田の大ファンで川田と仕事がしたいという一年で放送の世界に入ったと10回している。母書は玉霊園。改名はカオル芸員、晴れマイク、道小コ岡村達夫は日本の歌手。 俳優、川田春久の実定で、兄が、呆れた坊主だった以後に結成した、ミルクブラザーズのメンバーとして参加。1942年には一人だけで歌った、我が輩は、天下の矢部であると、王党は戦争すごろくを出している。太平洋戦争時に出征し、1944年に、グアムで戦死。ありがとうございます。